フラワーリングハートは日韓合作による韓国のテレビアニメ作品。制作は韓国のアイコニックスエンターテイメント。各話とも15分番組として制作され、庭ごとに一つのエピソードとなる構成である。第1期は2016年2月から2016年5月まで、韓国の EBS にて、週2話ずつ13エピソード、全26話が放送され、 2016年の韓国政府文化体育館公務部長官表彰でキャラクター部門優秀賞を受賞した。続編として2017年5月から11月まで第2期が放送された。ポンポンポロロ,ロなどの 3D アニメ作品を主力とする韓国のアイコニックスエンターテイメントが対局戦時門以来9年ぶりに制作した 2D アニメーション。監督はフェアリーテイルシリーズなどで知られる。 日本の石平真嗣が務め、アニメーション制作にも、フェアリーテイルの第2期にて、アニメ制作を担当した、日本のブリッジが参加している。監督の石平によると、シーズン1においては2016年3月時点で、日本語版の収録を終えているとのことだが、日本での放送は、シーズン2が終了した2017年11月になっても未だに実施されていない。 魔法界のフラワーリング王国の二人の王子の確執を背景に人間界で普通の女の子たちが魔法の力で様々な職業に変身しながら人々の悩みを解決していく過程を描いた魔法少女アニメである。制作当初に発表されたタイトルはフローリングハートだったが国立国語院の外来語表記法規定に則りフラワーリングハートに変更された。 ありがとうございます。